ーー誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです突然ですが皆さんあのミクシーってご存知ですか 僕が20代の頃ですね、ものすごく流行った、まあ、いわゆる SNS の走りだと思うんですけれどもね、えー、僕本当にあの20代の頃、もう今も全然もう十何年もやってま、やってないですけれどもね、のものすごく僕ハマって、とにかくなんか、はなんかこう、全然知らない方とお友達になるというですね、なんかこの感覚がとってもね、あのー、こう、心地よくて楽しくて、なんか深い話もたくさんしたなって気がします。 で、まあ今本当に今全然ね、あのその時の人とは全く繋がってなかったんですけれども、この間久しぶりにですね、そのミクシーでいろいろやりとりをしていた山口県にお住まいのですね、ひろこさんという方とですね、連絡を取り合ってですね、メッセンジャーでね、Facebook の、あ、元気みたいな感じでね、やりとりしたんです、長文で。で、するとこのひろこさんがね、あのー、なんか素敵なミュージシャンがいて、 今度沖縄に来るんだということでね。あの、もしよかったら、なんかあちらもバサラのことを知ってるみたいなんで、あの、よかったら会ってみない繋がってみないっていうことでね、あの、お誘いがありまして、紹介があったんですよ。でも僕最近ね、そういうのをあの、なるべくお断りしてるんですよね。えー、というのは、こう、やっぱりこう、なんていうのかな、あの、 やっぱ会ってみてですね、僕が知らない方ね、僕自身が会いたいと思って会うのはまた別なんですけれども、なんか紹介で会うというのがですね、まあいいこともあるんですけれども、なんかこう、お互いにとって良くないこともあるなぁと思って、まあ、あの、国内言い方になるかもしれませんけれども、やっぱ僕ら歌おうたいっていうのもある意味、商品なんですよね、商品。ね。なのであの、なんていうかな、こう、 音楽も好き好きがあるじゃないですか。なんかすごい良いミュージシャンだよって言われても、やっぱりこう、僕自身も相手もですね、まあなんかこう、 そういう,こうあの、あまりのめり込むべのめり込む関係になれなかったらですね、非常にですね、こうもったいないなという思いがするんですね。あの、まあ、いわゆるバズ、バズる、バズる人がね、もしいたとしても、僕は、僕にバズる人が、に会いたいわけじゃなくて、その人に興味があって会いたいと思うので、なんかそういう意味でですね、なるべくこう、 人捨てで、なんか人に会うというのはですね、こう、お互いにとって良くないこともあるので、えー、最近お断りしていたんです。で、実際一回お断りしたんですけれどもね、なんかね、この、ひろこさんが、まあ、お断りした後、後も、自分もそういう経験があるんだよっていう感じでね、でもね、バサラとね、会うと思うんだよっていうことでね、なんかこう、メッセージがね、また再度あったんですよ。そしてですね、その方からもですね、直接にメッセージがあってですね、なんかこう、ものすごく丁寧な文章なんですね。 で、それで、僕はもう、思い切ってですね、あ実は会ってみることにしました。というのはですね、共演させていただくことにしました。もうここまでね、なんかこう熱心に誘っていただけるっていうのは、もうこれもね、まあもうお断りする理由もだんだんなくなってきたので、もう、あの僕も、あの、変な言い方ですけれども、もし会わなかったとしてもいいじゃないかというふうに思うぐらいの気持ちでですね、あのもう覚悟を決めて会うことにしました。でですね、あのもう日程も決まってまして、 えー、4月の7日のね、えー、木曜日に、えー、この方、偶然なんですけれども、僕がね、あのー、よく利用させてもらってます。ライブハウス、沖縄市のジグザグで、もう日程が決まってるみたいなので、その時に僕もですね、共演させていただくことになりました。そして名前がですね、サコミ 秀デさん。ね、坂ッ水秀ズさんという方でございます。本当に僕も初対面でですね、あの、YouTube でちょっと音楽を聴いたぐらいでございますけれども、まあ、もう本当これもご縁ですからね、あの、僕、坂ッ水さんとですね、ご一緒させていただくことにしました。もう他にも共演の方がね、えー、いらっしゃるみたいなんですけれども、僕もまだ、あの、お会いしたこともないのでですね、まあ、あの、今日もし添付できればですね、その4月7日のフライヤーをですね、デザインをですね、こちらに乗っけますので、あの、ぜひ、また僕もね、なんかこう、いろいろこう、この、 一週間ぐらいでね、また思いを膨らませることがあるかと思いますが、まずはですね、えー、4月7日、佐古水秀樹さんとですね、共演するということをお知らせいたしました。はい。ということで、今日も一日、サラバンジ。